こんにちは、みゆです。この番組は様々な造形家さんたちから教わったコリほぐし体操を実践していく番組です。今回コリほぐしを教えてくださるのはりょうさんです。今回は初級編のストレッチをしていきます。まずは準備体操。肩を上に持ち上げて力を抜きます。これを5セット繰り返します。腕を上に向かって伸ばして曲げてを10セット繰り返します。肩甲骨がしっかり動いていることを意識してみましょう。今度は下向きの動きです。腕を下ろして肘を上に持ち上げてを10セット繰り返します。今度は腕を前に伸ばして後ろに引っ張ります。腕を前に伸ばした時の手のひらは上向きに、後ろに引っ張った時の手のひらは下向きになるようにひねりながら動かしていきます。これも10セット繰り返しましょう。椅子に立ったり座ったりを10回繰り返します。スクワットのような動きになるはずです。皆さん、体のコリはほぐれましたか？今後も様々なコリほぐしについて発信していきますので、何かいいストレッチなどある方は教えてくださいね。